ふみさんの新しいダンス、楽しみだな。おはよう。ああ、白田先輩、おはようございます。好きです。ニコニコしてどうしたんだ？あ、そんな顔してました。多分ふみさんのことでって意味なんだろうけど、私は今白田先輩がいたという。そのことにニコニコしていたと思うから、どっちを指摘されたんだろうか。ま、そういう顔の方が似合うよ、お前は。表現だね。ついに10日になったね。明日からもう一桁か。追い込み時だね。どうしよっかな。まあ順当にレベルが1個上がるまではやってっていいのかな。白田先輩、お疲れ様です。白田先輩、お前の顔を見ると元気が出るから不思議なもんだな。もう私が好きな人間の関係性 100% ここに詰まってる。いやどうしよう。これゲームとしても見ていてすごい嬉しいんだけど、漫画的な雑誌でこのシーン残しておきたいな。ふとした瞬間に右手でパッと伸ばしてそのシーンだけ見れるようにしておきたいな。いやもうほんとこういうの大好きなんだよな。これも繰り返しちゃってあれだけど、ラブラブっていうのもまあね、もちろん嫌いではないし好きなんだけど、こういう穏やかに信頼関係があって、確固たるお互いの好意とか愛みたいなのがあって、好きなんだよな。ただ外を歩いて手を握ってるだけなのに、ああ、あの二人は本当に幸せなんだなって、傍から見て感じられるような、そういうのが好きなんだよね。先輩たちの卒業はもちろんだけど、ジャック・ジャンヌが終わったら白田先輩ともおさらばしなきゃいけないんだな。いわゆるなんちゃらロスみたいな感じになっちゃうかも。あ、ちょっと聞いてよ。あ、珍しい、大丈夫？泣いた跡みたいのがある。緊急事態なの。あー、みのりかわ先輩のことかな。何があったの？鳥巻さん、この服は多分見たことあると思うけど、腰めっちゃ細いね。すごいね。いや、皆さんすんごい細いんだけど、スタイルみんないいね。みのりかわ先輩がやばい。今まで稽古シロマンだったのに、突然ロードナイトほったらかして自分一人で稽古始めたの。みのりかわ先輩が？私たちのことなんか超無視なんだから。しかも自分がトレゾールになるなんて言い出してるし。トレゾール、そうか。みのりかわ先輩、自力でロードナイトをクラス優勝に導くことにしたんだ。どうする、まれまれ。みのりん先輩めっちゃ生き生きして一人上手くなってるんだけど。みのりかわ先輩ってみのりん先輩って言われてるんだね。かわいいね。みのりかわ先輩だけじゃなくてジャックもすごいし、これじゃロードナイトジャンヌの立場台無しだよ。まあでもこのお三方はその1年生としてまだ言うて入ったばっかりではあるし、
まだ自力で、なんだろう、作られてない道を自分で作るっていう発想やそのやり方がまだわからないのはあるんだろうね。立花さんはそのあまりにも特殊で例外的にすごく、何、すごかったからいろんな人を導いて自分もイケてるけど、まあでも海さんとかにねたくさん導いてももらったから、うん、普通はこうだと思う。ここからどうやって人を導いて自分で目標を見つけてそれに走っていけるかっていうのを考えるための1年生期間といっても本来は間違いではないと思うな。でもすごいね、ロードナイトにジャックエースのトレゾールが誕生するかもしれないんだ。そんなの設定盛りすぎでしょ。緑川先輩がトレゾールになったら絶対選ぶるだろうし、こうなったらもうあれをするしかない。あれ、あれ、稽古。え、稽古するのよ真面目に。この選択肢が出てくる時点でやっぱりマレマレちゃんたちって普通にって失礼だな、あの真面目だよね。ボイコットとかって言うのかもと一瞬思ったけど、稽古するんだ真面目にって、まあ真面目にって言い方がまあでもそうだね、今まで多少あのちょっとゆったりしちゃってたっていう自覚はあったんだろうね。その頑張りすぎないというのを意識的にやっていたっていうところはまあ悪くはないと思うけど、悪いことではないけど、でも人のそういう姿を見てもっと自分に厳しくしなきゃなって思って稽古するんだってなったのは真面目な人の、まっすぐな人の発想だよね。マレマレできるの？いやでもやるしかないでしょ、緑川先輩の目を覚まさなきゃ。あなるほど、そっちか。まあでもそうだよね、マレマレちゃん側3人にしてみればなんで急に1人で稽古始めたかってわからないもんね。それこそあの見捨てられたのかもって思っても仕方ないし、私ならそう思っちゃうだろうから。ほら稽古場行くよ。やだ、ちょっと押さないでってば。分かった行きます。仲良しだね。緑川先輩の決断が思わぬ方向に進んでいるのかも。もともとあの3人はその実力がまあユニベールに入ったぐらいだし、実力は実力や見込みはあったんだろうから、まあだからこそあんまり頑張らなくてもとはいえすごい部類ではあったんだろうね。逆にだからこそそのちょっと限界突破して頑張るっていうところまで手が届いていなかったのかも。でもこれできっと大きく何かが変わって成長するだろうね。ジャックエースがトレゾールか。裏方に回っていた緑川先輩が前に出てクラスを引っ張る。そうか、そんな方法もあるんだ。あれ、橘一人？賑やかな声が聞こえてたけど。笠井君久しぶり、ちょっと会いたかった。あ、笠井君、ほんの少し前までマレちゃんたちがいたんだ。でも稽古があるから戻っていったよ。へえ、おしなりたちって稽古するんだ。これはまあ半分からかって言ってるのかもね。コーツはどう？稽古進んでる？うん。オニキスは？いやーすごいよ、カイドウ先輩とスガチ先輩。スガチ先輩が自分から前で踊りたいって言ったんだよ。だから今花と器がくるくる変わるダンスやってるんだ。それがすっごくかっこいいんだよ。それはいいね。どちらも主人公って言い方は違うかもしんないけど、器が、あ、逆だ、花が器を支えるシーンがあるっていう、その何、今回の全体の物語を考えても
すごい意味のある器側がそのあ逆なんか逆だな花側が器を支えるっていうその絵がすごいなんか、意味深で美しいとはちょっと違うかもしんないけど素敵だとは思う。カイドウ先輩とスガチ先輩も楽しそうでさ、最高のパートナーだよあの二人。そっか。ねえ橘、やっぱオニキスに来ない？ジャヌで。え？俺やっぱ橘と組みたいんだよ。前も言ってたね、そういえば。これは素直に嬉しいな、笠井君にそう言ってもらえるのは。これはどうしよう。白田先輩を思えばもちろん上の方が若干比重は重いかなって気はするんだけど、クォーツが好き、なんか今回は上じゃない気がするな。白田先輩のね、もちろん存在はすごい大きいし、今パートナーの話でオニキスに来ないって言われたから上の方がまっすぐな気はするけど、白田先輩と一緒にじゃあオニキスに行ったらいいのか、あそこがちょっと引っかかったのかもな。まあ白田先輩もクォーツが好きだから移動することはないけど、でもそうだね、今回は下にしておこうかな。クォーツが好きだから白田先輩も好きになったし、みんな好きになったし、クォーツにいたいな。私はクォーツが好きだからだよね、俺もオニキスが好き。他のクラスに転科できるかって言われたらできないもん。これも笠井くんっぽいね。でも勧誘は初めから冗談で言ったわけじゃないと思う。多分橘は来ないだろうなって、クォーツが好きだもんって思ってるけど、ただ来てほしい、パートナーやってほしいっていうのも、それも本当の気持ちだから言ったんだと思う。ただ断った後でどうしてもとか言わないで、ああそうだよねって、そうだよねって言ってこうパッと切り替えて、わかるって言ってくれるのは笠井くんのすごいきっぱりさっぱりした素敵なところだと思うな。あ、立花。あ、笠井くんとの絡みって初めてではない。でもかなり珍しいね。ここにいたんだね。あれ、笠井くん。いや、ねえ聞いてよ、立花クォーツが好きだって。笠井くんってこういう盛り上げ方すごい得意な子だよね。多分偏見かもしんないけど、なんかこいつお前のことほんと好きなんだってって、そのからかう感じとかじゃなくって、その人をもっと引き立てる、周りに好きになってもらうために自分がその話の話題を始めるっていうかさ、自分のために話すんじゃなくて、笠井くんのその気の使い方とか周りを見てるからこその話術的なところだと思う、こういうのは。え？そりゃそうだろ。クォーツを好きだってことはクォーツ生ならみんな知ってるよ。なんだ公認か。相思相愛だね。誘っても揺らがないわけだ。それにこいつ今白田先輩とクラスの真ん中に立って頑張ってんだから。うん、クラスを引っ張ってるんだよ。へえ、すごいな。オニキス、この勢いならクラス優勝いけるんじゃないかと思ってたけど、クォーツも盛り上がってるんだね。ロードナイトも今までとは違うと思うよ。へえ、楽しみだな。お互い本番頑張ろうね。じゃ。笠井くん久しぶりに出たからごめん、前も言ったかもしんない、もしかしたら。けどすごいオニキスにいる時も
いいですねとか自分から声を発してたくさん喋ってムードメーカーな感じがあったけど、でもおそらく一人の時とか本当に気を許し合ってる、プライベート的な意味でとかの相手の時は多分無口なぐらいじゃないかなって思う。たくさん頭の中で考えて周りをしっかり見てる。こうやっていっぱい喋って、そのさっきみたいに橘さんをあえて持ち上げるような、誘ったんだけど来てくれなくてクォーツが好きなんだってって、そういうのはその本当にムードメーカー的に盛り上げるために、誰かが誰かを好きになってもらうために意図的に喋り、おしゃべり好きみたいなことを演じてると言ったら違うけど、多分わざとしてるんだと思う。笠井くんはそんな気がするな。もともとはかなり寡黙と言ってもいいくらいの子なんじゃないかなって思う。ユニベール全体の雰囲気が変わってきてるね。うん、来週には本番か。あ、そうだ橘、実は相談したいことがあるんだ。お、どうした？どうしたの？俺、何かやりてんだよ。スズ君、それじゃわからないよ。スズ君、卒業する3年生のために何か催し物を開きたいんだって。ああ、なるほど。そうそう、送別会的なやつ。いいね、最終公演が終わった後に。いや、前、卒業公演の前日。前日か。え、送別会なのに？送別会っつうか感謝祭。うん、3年生感謝祭。3年の先輩たちに感謝伝えて、最終公演もクォーツみんなで頑張るぞって一致団結したいんだ。なるほどなるほど、それはすごくいい考えだね。今のクラス優勝を本当に目指せるかも、頑張ろうってなってるクォーツの流れから、前日にそうやってよりみんなで意識を高め合うようなやり方っていうのはすごいいいと思う。クラスの士気上がってきたけど、なんつうかまだぎこちないとこあんだろ。そういうのを解消したい。今もみんなでどんどん頑張るって気持ちになってるけど、まだ個々だもんね。多分個々でみんななってるんだろうけど、改めてそれがみんな考えてる、みんな同じ気持ちなんだっていうのを認識させ合うのはとっても大事だと思う。自分だけじゃなくて、本当にみんな自分と同じ気持ちなんだってお互いに理解し合うのはすごい大事。そっか、わかった、協力するよ。準備を手伝ったらいい？いや、お前に頼みたいのは一個だけでさ。ほう。僕たちが言うよりも君から話してもらった方がいいんじゃないかと思って。ん？なんだ、橘さんから話した方がいいこと。最終公演前日に3年生感謝祭。折り巻きらしいね。それでお前は何を言いづらそうにしてるの？それが、その送る会で白田先輩にクォーツ代表として挨拶をお願いできないかって。なるほど、橘さんがその送別会じゃないや、感謝祭で何かをする頼みをされたわけじゃなくて、感謝祭でする頼みの頼みをしてくれっていう話だったのか、白田先輩に。僕が3年の先輩たちに？鈴鹿もそうちゃんも無理はしなくていいとは言っていたんですけど。やるよ。え、いいんですか？あ、鈴鹿もそうちゃんも喜ぶと思います。今までの昔の白田先輩だったら多分やらないと言っていただろうけど、うん、言ってくれるだろうなと思ってた。やるよって。それだけ先輩たちのことが大事に
思っててっていうのはすごくもう痛いほどわかってるから。白田先輩？そういえばお前さ、幼なじみのヨナガはわかるけど、どうして織巻のこと名前で呼んでるんだ？鈴くんは、あれ、最初から鈴くんだったっけ？織巻くんって立花さん呼んでたっけ？まあでも鈴くんってすごいフレンドリーだから、前から幼馴染だったっけみたいな雰囲気があるから、自然とそうなっちゃうのはわかるけどね。鈴くんは入学式の時に、織巻だと長くて呼びづらいだろうから鈴でいいって言われました。全然覚えてなかったそうだったっけ。そうか、そうだったんだ。ふみさんも堅苦しいのは好きじゃないからふみでいいって。カイさんは周りもそう呼んでるからって言ってたんですけど、ふみさんと同じような理由だと思います。ふみさんとカイさんには僕も似たようなこと言われたな。それにしても送る会か。先輩たち本当に卒業しちゃうんだな。寂しいですね。やっぱ寂しいな。残された時間は少ない。おまけに他のクラスもやる気になってる。狙うのはクラス優勝だ。上目指してやっていくぞ。わかりました。はい。聞いたか、本番前日の3年生感謝祭か。名前もっとどうにかならんかったのかね。それはまあまあまあシンプルにということで。これ話伝わってるんだ。サプライズではないんだね。まあ時間空けてもらわないと、稽古の時間とか入れてたら申し訳ないからってことなのかな。クロ、挨拶頼まれたんだろ。あ、じゃあ普通に話したんだね。何話そうかしら。たっぷり一晩使ってコンコンと。ネジ先輩だったらやろうと思えば多分一晩話すことできるだろうな。翌日は本番だぞ。やめておけ。小粋なジョークじゃないのよ。それにしても後輩主導でこういうことをやってくれるとはね。先輩としては嬉しいだろうね。新1年生歓迎会で僕にもみくちゃにされていた時代が懐かしいよ。懐かしい。あったね、アドリブ無人島劇。まだあの京次くんもどういう人か分かんなかったあの時。うわー懐かしいな。あの時のネジ先輩まだだいぶ怖かったな。未知数っていうか、優しい人だろうと思っていたけどね、その厳しさみたいなのも断片的にしかまだ見えていなかったから、アドリブ劇やってって言われた時は結構あのプレイヤーだけど、ただの私はでもあの緊張したのを覚えてる。うわアドリブ劇やんのかって、どうしようどうしようって思えば、あそこから始まったんだよな。私立花さんが特にみんなに目つけてもらって主役級を取ったのって。そして思えば総君ってあの時からやっぱすごかったんだよな。ぎこちはなかったけど、いろんな細かい話を出して設定していたから、開花するのにちょっとだけ時間はかかっちゃったかもしんないけど、あの時からもうそういう才能の片鱗は見せていたんだね。本当に卒業するんだな俺ら。嫌だ嫌だっていうか、卒業される側も嫌だけど、やっぱする側としてもものすごい寂しいよね。私は中高卒業して何も別に思わなかったけど、こんな学校入ってこんな恵まれた人たちに囲まれてやっていたら、寂しくて寂しくてしょうがないだろうな。いやいや、まだまだですよ。最終公演が残っているからね。ああそうだな。そういやクロ、ダンスもう少し冷たいんだけど。カイにやらせなさい。お前の担当パートのダンス
運動量がどうなっても知らねえぞ。参加しましょう。こうなるのを前提に会にやらせなさいまで言ったまであるね。このツッコミを待ってたまである。カイさんはこういうなんかボケとツッコミのやりとりにはあんまり入らないけど、でも楽しいし、なんか嬉しいなって気持ちは多分すごいあるんだろうなって思う。Thank you.